本日はお二人には、まず前半に現役のプログラマーが一技術者としてオープンソースに貢献することになったきっかけ、ワードプレスを選んだ理由、ワードプレスへの向き合い方など、実体験をもとに、紹介いただきます。後半では、誰一人知らない状態から始めた、ワードプレスの、翻訳活動、ワードキャンプ EU に参加するに至ったまでの、経緯をご紹介いただきます。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。初めにこの辺、すみません、この辺に関しては、先ほど紹介いただいた通りなので飛ばします。で、ちょっと自己紹介の追加で、簡単に自己紹介させていただきます。今、ウェブフロントエンドに恋する、サーバーサイドエンジニアの津川と言います。よろしくお願いします。で、今年2月から、フリーランスとして活動を始めたばかり、フリーランス1年生ただ、プログラマー歴としては10年目を迎えています。で、得意な言語が、PHP で、好きなところでいくと、コー言語だったり、シェルスクリプトだったり Python だったりっていうところを、好んで、利用してます。で、基本的には、趣味で誰得なツールを作成する、制作することっていうのが結構趣味になってます。で、そうですね、ワードプレスに関しては時々触りますっていう程度、なんかこう浅くお付き合いさせてもらっている感じです。で、本日お話しすることなんですけど、私現役プログラマーの目線で、かつですね、自分のことを棚に上げて、ざっくばらんにお話しできればいいかなというふうに思ってます。はい。で、目次がこんな感じになっていて、オープンソースソフトウェアはどんなもんだよっていうところから、ワードプレスの関わり、OSS への貢献の仕方等々を含めて、私の実体験をご紹介できればなと思ってます。で、オープンソースについては、他で調べていただいたりとか、午前中にもっといいセッションがあったと思うので、割愛します。で、そうですね、活用性といったものの、ウェブ系だったら、OS に使っていたりとか、アパッチだったり、NGINX、MySQL、PHP、Python、Ruby、なんかさまざまなものが、オープンソースソフトウェアとして、提供されています。で、OSS なしでは、ウェブサービスをローンチできないといっても過言ではないんじゃないかなというふうに思います。はい、で、私とワードプレスの関わりなんですけど、一番最初に関わったのが、10年ほど前ですね。2008年に、何の気なしに、学生の頃にウェブブログ作りたいなというふうに思っていて、で、だったら何がいいんだろうって、ムーバブルタイプとかワードプレスとかいろいろあった中で、とりあえずワードプレスやっとけば間違いないだろうと思って軽い気持ちで始めたのがきっかけです。で、テンプレートをカスタマイズしたりとか、そんな難しいことできなかったんで、なんでしょうね、レンタルサーバー借りて、ゆるゆると運用するっていうことをやってました。それが2010年くらいまで、薄く浅くっていう感じでやってました。で、2011年ですね、ワードキャンプ神戸に参加しました。で、実は、この年を最後にワードプレスから遠ざかることになりました。これ特に理由はないんですけど、バージョン 3.2 くらいまではうっすら覚えてるんですけど、それ以降の記憶は全然ないです。で、2012年から16年なんですけど、これ東京に出てきたので転職を機にお休み期間になります。ワードプレス一切触りませんでした。ソーシャルゲーム業界にいたので単純に業界舐めてました。で、全くそんなワードプレスとか触る時間全くありませんでした。はい。で、期間空いて2017年、去年ですね、初めてワードキャンプ東京に参加して、それはあくまで一参加者としてセッションデーとコントリビューターデーに参加しました。で、その場で少しずつコントリビューションを始めるようになって、2018年そのままの流れでワードキャンプ大阪にも参加させてもらいました。こんなもんなんで、ワードプレスとの関わりって実はめちゃくちゃ浅いです。はい、他の登壇されている方々に比べたら非常に浅いものとなります。
で、OSS への貢献の仕方なんですけど、まあ、前提としてプログラマーだったらコードへの貢献があるべきでしょうと、まあ、その前提で話をしたいと思います。で、まあ、ソースコードの管理では、Git、まあ、Git だったら GitHub を使ったりとか、あるいはサブバージョンだったら独自のトラックで、何でしょうね、バージョン管理したりとかっていうことをやると思います。で、まあ、今プログラマーならコードへの貢献必須でしょって言ったんですけど、まあ、リードミーもありっちゃありかなって個人的には思ってます。で、コメントの修正のみとかははっきり言って、まあ、対応する価値はないのかなと。で、まあ、そういうのってインデントの修正とかコメントの修正って何かのついで、何かのバグ修正のついでに対応していくべきものなので、まあ、そうですね、コメントの修正のみっていうのは対応する価値がないものになると思います。で、ちょっと前後しますが、ソースコードサブバージョンに関しては実はワードプレスの世界では現役なので覚えておいて損はないかなと思います。で、全然難しくないんで、さっくり Git ができるんだったらサブバージョンできるんで、やってもらうといいかなと思います。はい。で、まあ、あとはですね、不具合などのチケット管理に、GitHub イシューを使ったりとか、自前のトラックなど、チケット管理システムを使うと。で、GitHub の場合なんですけど、まあ、単純なフロー、ワークフローとしてはざっくりこんな感じで、リポジトリをとりあえずフォークしてきます。イシューなどから、まあ、自分でも対応できそうなチケットを探す。で、その上でコードを修正して、プルリクエスト、まあ、プルリクとか PR とか言ったりしますけど、それを出します。で、まあ、レビューアーがレビューして、何かコメントがあったら、そのコメントに対して対応して、無事うまくいったらマージして、晴れてコントリビューターになるっていうような流れになります。で、まあ、あくまで一般的なオープンソースの話ではあるんですけど、いい点っていうのが、基本的には GitHub フローで運用されているので親しみやすいっていうところで、まあ、普段から Git 使ってる人だったら余裕で貢献できると思います。で、あとはですね、普段使っているツールに自分も貢献してるんだっていうところで、まあ、どやれるっていうのは結構大事なのかなと思います。で、さらに言うと、そういう貢献自体が自分自身への武器になるのかなと。はい。で、オープンソースのプロジェクトに、コミットが取り込まれている開発者って案外身の回りにいないと思います。まあまあ少ないので、そういう人たちって結構、まあ、社内評価が上がったりとか、なんだろう、就職活動が有利になったりとか、そういうメリットも享受できるのかなと思ってます。なので、まあ、スキルがあるんだったらどんどんやってしまえばいいかなと思います。で、まあ、逆に難しい点なんですけど、まあ、なんか難しそうとか、とっつきにくそうとか、なんか何から始めたらいいかわからないとか、なんかそもそも全部横文字だし、何書いてるかわかんないし、文脈もわかりませんみたいなところになると、まあ、ビギナーにとっては結構難しいものになるんじゃないかなと。非常にとっつきにくい。ただし、まあ、そのソースコードっていうアウトプットがあるので、まあ、パッチとかに関しては意思疎通がまだしやすいところはあるんじゃないかなと。はい。で、続いて、まあ、ワードプレスに関する話なんですが、まあ、すでに昨日ワードプレスに貢献された方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、具体的な説明は割愛しますが、ちょっとフォントが大きくなっているところが今日のメインです。で、まあ、当然のようにコアと CLI をエコひいきして話していきたいと思います。で、ワードプレスのソースコードへの貢献っていうところで、まあ、プログラマならソースコードへ貢献したい、これ繰り返しにはなるんですけど、で、まあ、リードミーへの貢献ならギリかなと。で、ドキュメンテーションってプログラマにとっては結構大事で、その最初のドキュメントを作るのは全然いいんだけど、メンテナンスがされないドキュメントでも使い物にならないものって結構世の中にあふれ返っていて、なので、ぜひなんかこう継続的にメンテナンスができるツールだったりノウハウだったりがあったら教えてほしいです。あとでこっそり教えてください。で、
まあ、これも繰り返しなんですけど、コメントだけの修正とかインデントの修正とか、なんかそういう意味のないものに関してはワードプレスであったとしてもコミットするべきじゃないと思ってます。そんなことでなんか名前残してもなんだろう、恥ずかしいだけで何の価値もないんじゃないかなと。これあくまで持論なんであんまり大きな声で言っているのか分かんないですけど、はい。で、まあ、貢献方法についてなんですけど、基本的にはワードプレスも OSS の一つなんで、コードの貢献方法は基本的に他と同じで、違いとしてはワードプレスを使った場合だとワードキャンプの例えば昨日のようなコントリビューターデーとかで非常に根節丁寧に手厚いサポートが受けられるところが、一番のメリットだと思います。あるいはこうスラックでのアフターサポートも充実してますし、こう何から始めたらいい、何かしたいんだけど何から始めていいかわからないみたいな人にとっては、まあ、すごく、ベストな場所になるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、私にとってのワードプレスのソースコードへの貢献っていうのは、これ完全に趣味です。まあ、そもそも仕事で使ってないですし使う予定もないですし、もうざっくりそこは切り離して考えています。で、まあ、強いて言うのであれば暇つぶしです。はい。で、まあ、ワードプレス貢献のきっかけなんですけど、まあ、基本的にもともとフリーランスのプログラマーとして働く意思がもともと持っていて、で、フリーランスとして生きていくんだったらワードプレスを押さえとけば、まあ、とりあえず食いっぱぐれない、まあ、必須になってくるんじゃないかなと思いました。で、どうせやるんだったら、まあ、ソースコードまで理解して何でしょうね、こうクライアントのさまざまな要求に応えられるようになりたい、なれるんじゃないかなと。そうなった方が他との差別化ができていいんじゃないかなと思ったっていうところがあります。まあ、でもこの時点ではまだ漠然となんかワードプレス使おうかな、とりあえずまあやってみるかぐらいしか思ってなかったです。で、まあ、これ直接的なきっかけとしては、まあ、ワードキャンプ東京、まあ、去年のコントリビューターデーに参加したことですね。で、まあ、メンターの今宮内さん、日本人唯一の WPCI のコミッターなんですけど、まあ、彼の横でイシューに対応できたこと、そしてリアルタイムで即座に回りされたことっていうところが、まあ、モチベーションアップにもつながったし、もっと次のタスクをやっていこうっていうふうに思えたっていうところですごく、まあ、とっかかりときっかけとしては大きなものでした。一方で何でしょうね、言われた通りにこのコード書いてこれをコミットしてプッシュしてプーリク出してくれたら私回りするんでって言われても、エンジニアにとって正直何の面白みもないんですよね。全然面白くなかったので、じゃあ自分でもっと探してやってみようと、まあ、その辺がなんか宮内さんの策略だったのか分かんないんですけど、うまく乗せられたのかなと思います。はい。で、私自身のワードプレスへの貢献なんですけど、まあ、多少水増ししつつ、まあ、書いてます。長いスパンで見ると、まあ、ギリギリ継続的に貢献できてるんじゃないかなと。で、まあ、将来的にはこう毎月何かをしたい、できればいいかなという欲望はあるんですけど、なかなか難しいですね。で、これも結構貴重なスクリーンショットらしいんですけど、まあ、コアのコントリビューターになるとああいう感じでバッジがつきます。で、これは WPCLI に参加して自分で送ったバッジの一覧ですね。で、まあ、曲がりなりにもですね、継続的に貢献できている理由っていうところで、まあ、コミュニティの人たちと相談しながら対応できていることっていうのと、ワードキャンプでこう定期的に新しい方が入ってくる、こう何でしょうね、こう新しい、今までは全然コントリビューションしてなかったんだけど、コントリビューターデーをきっかけに、コアにチャレンジしてみましたみたいな人たちが定期的に入ってくるので、まあ、そこで負けてられないというか、なんか何でしょうね、もうちょっと自分もできるんじゃないかって再度思うきっかけがもらえるので、まあ、そういうところですね。で、あと一度取りかかったチケットが、長期戦になることが多いので、そういうところでも嫌顔でも長いスパンで、やらざるを得ないというところになります。で、ここまでは、私自身がワードプレスにどんなふうに貢献してきたかっていうところをお話ししてきましたけど、ここからですね、具体的に今日ここに立つまで、
具体的に何を行ってきたのかっていうのを、お話ししたいと思います。まあ短いですね、1年ですね。2017年9月にワードキャンプ東京2017に一般参加者として参加しました。で続いて、何かよくわからないけど、コントリビューター大阪、ワードキャンプ大阪の方で、セッションデーのパネリストをすることになり、なんかコントリビューターデーのコアのメンターもすることになった。よくわかんないけどトントン拍子です。で気がついたらなんかまあ真剣にワードプレスに関わり始めて1年、まあ、経つか経たないかぐらいのところで、まあ、あの登壇のお話もオファーをいただいて、あすごい、なんかこう、こんなにトントン拍子うまくいっていいんだろうかって思いつつ、まあ、あのここまで来ました。でその間決してがっつり頑張ってたわけではないっていうところも、この後示していきたいな、と思います。で、ここではですね、実際に、一般参加者としてのワードキャンプへの参加からスピーカーとして登壇するまでに、私自身がやったこととやらなかったことの話をしたいと思います。はい、まあ、この辺は同じですね。まあ、意識するようになったのは、ワードキャンプ大阪で、コントリビューターでコアのメンターをしたあたりから、もうちょっとなんかこう関わったりとかお話ししたりできる機会があったらいいなっていうのは、うっすら思い始めてました。はい、で、まあ、やったことなんですけど、ちょっとインデントがずれてますね。まあ、ワードプレスのコードリーディングをしてました。で、平日帰宅後とか、まあ、もろもろこんな感じでやってたんですけど、まあ、ご覧の通り全然頑張ってないんですよね。きっと頑張ってないと思いたいんですけど、はい。で、まあ、平日の帰宅後なんて特にご飯食べてお風呂入って寝るだけなんで、その後何するかってやっぱ暇なんでやるしかないですよね。だからもう完全に暇つぶしなんですよね。で土日もやることがあまりにもなさすぎて暇を持て余して、じゃあしょうがないからワードプレスのコードを読んでみるかみたいなところから、まあ、だんだんこう泥沼にはまったっていうところですね。まあ、はい、暇だったらやるしかないかなっていうのがでかいですね。やらなかったことなんですけど、これなんかブーイング来そうなんですけど、書籍は読みませんでした。知りたいことの答えって全部ソースコードに書いてあるんで、じゃあソース読んだら解決するよねっていうところですね。であと、よくある書籍って、非エンジニア向けのこうやったらワードプレスを簡単に構築できますよ、運用できますよっていう本が圧倒的に多いんですよね。もちろん、エンジニア向けの本がないわけではないですが、非常に少ないっていう印象です。で逆にやらなかったことなんですけど、まあ、無理はしませんでした。で、結構な時間をワードプレスのコードリーディングに費やしてきたので、あんまりちょっと説得力がないかもしれないんですけど、まあのんびり気ままにやってきた結果今なんだなっていうふうに思ってます。しんどかったらやめるし、余裕があったらやるっていうスタンスを貫いてきました。あと頑張りすぎない向き合い方、私なりの、まあ、ワードプレスの向き合い方なんですけど、頑張りすぎない、それから長いスパンで考えるというところで、まあ、なんかバグチケットとか対応していくと、なんでしょうね、ちょっとずつソースコードを読まざるを得ない状況に追い込まれたりすることが多くて、そういう中でバグ対応をしていく中で、ワードプレスのコアのコード自体をちょっとずつ理解していくっていうのが結構王道だと思っていて、で、なんでしょうね、バグチケの対応するにはこう周辺の処理とかをじっくり読む必要があるので、でそうなってくると、継続がマストになってきます。で、一夜漬けとかでも別に対応できなくはないんですけど、結果すぐ忘れるんですよね。なので長期間かけてゆっくりゆっくり少しずつノウハウを蓄積していくのが、まあ、なんでしょうね、こう僕自身のワードプレスの向き合い方になります。で最終的に結果的に頑張りすぎないし、長いスパンで考えるってことになります。あとは深入りしすぎないことですかね。入りすぎるとまあまあしんどいです。で
距離を置きたくなるんで、そういう場合はサクッと距離を取って、部外者だ、私は部外者だっていうのを、強く肝に銘じてですね、自覚を持って、そういう断る勇気みたいなのも大切になってくると思ってます。はい、最後、あくまでも趣味として楽しむっていうところですね。仕事として捉えちゃうと、どうしてもノルマがあったりとか納期があったりとか、もうしんどいんで、なんか変にこう責任感を感じすぎちゃってこう辛くなってくるので、それはやめましょうっていうところです。で、これまとまらないまとめなんですけど、そもそもタイトル、オープンソースで貢献するということは何なのみたいな話を全然してなくて、私が考えるオープンソースへ貢献するっていうことは、半分は自己満足ですね。なんかみんな、僕こんだけ頑張ってるから認めてよみたいなそういう気持ちが半分、それから、分からないことへの挑戦するっていう気持ちが、残り 30% で、技術力向上できるんじゃないかなっていうのが 15% なので、なんかこう日々の感謝、例えばオープンソース使わせてくれてありがとう、感謝してますみたいな思いって実はほとんどないです。はい、で、初めの一歩として何したらいいんですかっていうところで、例えばワードプレスのコアとか WPCLI の貢献が一番おすすめなんじゃないかなと。でワードプレス その圧倒的な知名度とか、あと圧倒的に低い参加へのハードル、それから、ワードキャンプでそのフェイス2フェイスでゼロから教えてくれるっていうところがすごく良いところ。でこれ繰り返しですけど、スラックを通じて、日本人のコミッターだったりコントリビューターと、コミュニケーションが取りながら、進められるっていうところで、非常に初めの一歩としてはいいかなと。で、慣れてきたらどうですかっていうところで、引き続きもしワードプレスに貢献するんであれば、日本のコミュニティを飛び越えて海外の本丸に乗り込むのもありなんじゃないかなと。で、行動の不明点とか質問とか議論っていうのは、英語で直接やってもらった方が絶対話が早いので、日本がどうのこうのって考えないで、英語できるんだったらさっくり言ってしまえばいいんじゃないかなと。あるいはまたの OSS にチャレンジする、やり方は同じなんで、なんかこう自分が本当にやりたいことを、見つけられればいいのかなと思います。そうですね、はい。で、続いてこれ、最後になんですけど、本当に伝えたいことは、チャレンジってこう浅く書いてますけど、どういうことかっていうと、オープンソースのソフトウェアへの貢献を始めていくと、自分自身でも分かるんですけど、なんでしょうね、こう考え方が変わってきます。例えば、普段使っているサービス、あるいは言語、 PHP とか分かんないですけど、パッチとかエンジン X とか、そういうところになんかこうちょっとバグっぽい挙動があるなとか、なんか怪しい動き、これバグだって見つけたっていうような時に、どう思うかですよね。やるかやらないかは別として、なんかこう修正されるまでただひたすら待つのか、それともちょっと調べてやってみて、本体公開されているので、例えば GitHub のイシューを探してきて、ちょっとプルリクエスト出してみようかなとか、なんかそういうマインドにだんだん変わってきます。で、ぜひ皆さんにも、なんかこう本当にめちゃくちゃ小さな一歩で構わないので、この機会にチャレンジしてほしいなと、してみてほしいなと思います。で、1年後なんかきっとなんか違った景色を見られるようになっているんじゃないかなと思います。はい、一緒に楽しめればいいかなと。一緒に楽しみましょう。私からは以上です。ありがとうございます。で、続いて橘さんにバトンタッチします。面白かったですね。すごい面白かった。私は橘と言います。よろしくお願いします。オープンソースへ貢献するということ、翻訳してたらパリに行ってた話ということを、話させていただきます。橘です。今回の
ワードキャンプ東京2018の実行副委員長をやらせていただいています。ワードプレスのドキュメントチームというところに属しています。で、本職は先ほどの津川さんと一緒なんですけども、全くワードプレスとは関係なくて、大学を卒業して、まあ、25年間ずっと同じ会社に勤めてます。で、まあ、ちょっと面白くなくなったんでワードプレス始めてみたっていうのが最初のきっかけになります。よろしくお願いします。で、まあ、今日のアジェンダなんですけども、プログラミング以外でのコントリビューションも先ほど、津川さんに話していただきました。で、もうそれは十分かなと。で、私のコントリビューションので、まあ、コントリビューションで得たものっていう流れの中で説明していきたいと思います。で、まあ、ちょっと資料の関係もあって後で資料公開されますので、書いてますけども、プログラマーならコードへの貢献をということで、ちょっとこう、ね、矛盾もあった気がするんですけど、すごい真面目にやってるのになんか緩いよって言ってて、うん、なんか厳しい人だなと思いながら、ストイックだなと思いながら聞いてたんですけども、そういう意味なんで私は今日は、まあ、プログラミング以外で貢献できることっていうことをカバーして説明したいと思います。で、私も実際そういう感じなんで、それで説明しますけども、これはですね、見たことがある方もいらっしゃると思うんですけども、ワードプレスオルグが出している、まあ、コントリビューションってこんなものがあるよねっていう一覧になります。で、この中からプログラミング以外のところを、まあ、簡単に見ていくと、サポートっていうのはフォーラムとかでの回答も含みます。で、ドキュメンテーション、まあ、これは私がやってることなんですけども、あとは、トレーニングですとかコミュニティ、今回のワードキャンプの運営等もボランティアでやっています。で、講演、ビデオっていうのは今日今実際あそこで撮影されてますけども、これを公開したりとか字幕を入れたり、日本語の字幕も重要になりますので、耳の聞こえない方にも分かるようにクローズドキャプションを入れるのも重要な役目になります。あとアクセシビリティ、これも、ワードプレスでできたサイトをどうやってアクセシビリティ向上していくかっていう啓蒙活動も含めし、技術的なことも含みます。あと国際化、翻訳ですねっていうのがあります。まあ、いつも考え方はあると思うんですけども、友人、まあ、今回裏の方でセッションやってる清野さんっていうのが書いてるのが、コントリビューションっていうのは、まあ、コードを書くのがもちろん、まあ、メインのとこは正直あるんですけども、まあ、それ以外にですね、ワードプレスを考える時間っていうので考えてもいいんじゃないのっていうのを、まあ、言ってまして、まあ、私もそうかなと思います。で、私は、2013年からブログで言いましたけども、使い始めてから、2年ぐらいしてドキュメントがやっぱ古かったんで、ちょっとなんか嫌だなと思っててちょっとずつ始めました。ただその、まあ、ほとんどの人はあんまりコントリビューションとかオープンソースとかやったことないと思うんですけども、あんまり表に出るのもなんかこんな感じで立つのも嫌だなと思ってたんで、裏でなんかできないかなと思ったら、翻訳が 人ともあまり関わらずできそうだったんでやってました。で、2015年の11月にコントリビューターはタダだっていうのを聞いたんで、あ、タダなら、まあ、失うものもないから行ってみるかっていう感じで、行ってみて、でその頃大体こうやって、翻訳のこの履歴ですね、変更履歴で、私が翻訳をするようになりました。でずっと翻訳してるとですね、だんだんこうもうオリジナルの方が、まあ、出来が良くないということも気づいてですね、なんとか良くしたいなと思って、こう読めなくてもいいですけども、すごい長い英語の文章をですね、1週間ぐらいかけて考えて、こういうことしたいんだけど、ああいうことしたいんだけど、だら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 書いたらですね、外人が一言、やればいいじゃんと、誰でも直してくれるんだからまあやりなよと、間違ってたら誰か直すよと、本当にすごい短い英語で書いてきたんで、ああそうですか、じゃあやりますっていう感じで、英語の方を始めました。で、英語もまあ調子に乗ってこうやっていっぱい書いていくとですね、まあ、そのうち楽しくなってきまして、もう初めて尽く、2016年は全部初めて尽くしだったんですけども、まあ、少しずつ前に出て話すようになったりとか、海外の方に入っていますけども、別に私ヨーロッパとかあんまりというかアメリカさえあまり行ったことない人間で、あんまり行く気もなかったんですけども、そのうちドキュメントチームの、今日もうろうろしてたんですけども、ジョンという人間がですね、いろいろやりませんかと声をかけてくれて、やり始めて、パリご招待っていうか、ちょっと旅費も出してもらってですね、私ワードプレスメインじゃないんで、困るんだけど、そんな誘われてもいけないんだけどって言ったらですね、まあ、ちょっとは出してあげるよっていう話をしてくれてですね、ちょっと交渉してちょっと出してもらいました。
でそれで、パリ行ってきました。で、まあこんな感じでいろんな国の人との会議とやったんですけど、そこで分かったんですけども、やっぱりヨーロッパはすごい綺麗で楽しくてですね、まあウキウキしたんですけども、それ以外にですね、3つ書いてますけども、開発チームっていうのは別に大勢の人数がいてガンガン物を作ってるわけじゃなくて、すごく悩みながら、まあ、今回グーテンベルクっていうのをすごい、まあ、実際批判も浴びながらやってるんですけども、すごい議論してやってるんだなっていうのがよく分かりました。あとですね、コミュニティを立ち上げに奮闘している地域や人が多くある。これはまあ日本でも田舎の方、あえて田舎って言いますけど、田舎の方すごいみんな苦労してますし、世界ではあのワードプレスのコミュニティ立ち上げるのさえすごい苦労している人たちがいるっていうのがよく分かって、まあ、コントリビューションそのものも非常に重要だなっていう意識を広げさせていただきました。でとてもいい機会だったんで、まあ、私もちょっとこういうことやろうかと思ってですね、2018年今年は、ワードベンチの、北千住とか二子玉川の立ち上げ等も、まあ、行きまして、ワードキャンプ EU2 回目の EU だったんですけど、これは、全額自費で、1回目でお金もらったから行って2回目行かないってかっこ悪かったんで、ちょっと自分で頑張っていきました。でこれやってるとですね、さらにあのジョンっていうのは非常に人を使うのがうまくてですね、あのどんどん仕事を押し付けてきてですね、今あのこのオリジナルのマニュアルを開発者向けに移行する、あるいはヘルプハブっていうのを移行する、グーテンベルクっていう新しいエディターのドキュメンテーションを新規に作るという仕事を私に振ってきてですね、そろそろ逃げたくなったんですけども、なんかさっきの津川さんのすごいピンバッチリで、頑張りすぎない、長いスパンで考える、深入りしすぎない、あくまで趣味として楽しい、これ全部できてないんで私今非常に苦しいんですけども、まあなんとかやっています。でですね、まあ、西川さんという方にですね、まあ楽しそうにやってるねと、言ってもらったんで、まあ、こういうプロの人から楽しくやってるように見えるんならまあいいかなという感じで、まあやってます。でプログラミング以外でのコントリビューションもありますし、まあ一生懸命やってると、まあなんか棚ぼたでいいこともあるし、知らない世界を体験できるし、まあ一番いいのは新しい友達ができたということかなと思います。で、一番重要なお金の話にはまだ結びついてないんですけど、まあそのうち結びつくといいかなと思っています。感じなんで、まあプログラマーとしたら、まあコードの貢献が重要っていう津川さんの意見は本当にその通りだと私も思うんですけど、まあそれ以外の貢献もありますので、まあぜひご参加ください。コントリビュートしようというときによく出てくる言葉です。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。